今回は DEERC のラジコンカーです。はい、じゃあ早速ね、開封していきたいと思います。これがね、直進性を保つためのノブみたいです。これで少し左になった。これで右に、こんな感じでね、直進性を維持するためにこれで調整するみたいです。はい、箱が3つ入ってます。ちっちゃいのから開けてみましょうか。バッテリーですね。
すんだろうね。後でね、どこに刺すかは調べてみましょう。はい、カード、スマホのフォルダーを緩めてですね。スマホを、はい、スマホをセットして、カメラの取扱説明書、日本語マニュアル中に、バッテリーですね、バッテリーの注意書き、出品者の連絡先、はい、LINE ID、 QR コードで読み取れますんで、登録してね、サポートを受けることができると思います。カメラの SD カードを差し込めるようになってますね。コードはどこに差すんだろうね。ここにありました。これ、ここにカメラを挿すようです。
ラつける前に電池入れた方がいいね。ここにコードがあります。こっちだね。はい、カチッと剥がしました。難しいね。カードスロットのところに LED がありますので、 LED が光ります。これで通電確認ができます。プロップの方はの電池が4本必要です。炭酸の電池ありました。磁石にくっつけとくとね、使いやすいですよ。どうやって外すの？どうすんの？こうやるんだから、こうやるんだから、これを緩めて、
妙に動くね。はい、でハンドルはじゃあ外で走らせてみたいと思います。